5者協議であります、オリンピック観客数の取り扱いはイベントの開催措置に合わせるということと、それからコロナ禍の中で、国民、都民の皆さんの不安が続いていることからも、専門家から、提言があったり、医師会からも提言があったり、いろいろございます。でそういう中で都民の命と健康を守るという立場から、オリンピックはもとよりパラリンピックまでの期間を通して、安全な環境で開催をしていく必要がございます。で今日の協議におきまして、7月12日以降、今、重点措置に今日から移ったわけですけれども、その後が7月12日からなるわけですが、例えば緊急事態宣言など、リバウンドが激しくなったり、そういった場合にはですね、措置内容を、そういう場合、感染状況が急激な変化、医療状況にも変化があるような場合にはですね、改めて5者で協議をして、状況に応じては無観客、これも含めて対応を検討する必要がある、そのことが今日の共同声明の中にも盛り込まれております。また今日はですね、観客の安全と感染拡大の防止を図るという観点で、これまでそれぞれの分野でガイドラインが作られてきました、ガイドラインは、ルールですね、これを守ること、それをずっとこのガイドラインに記されているわけでありますけれども、観客の安全と感染拡大の防止を図るための観客がの方々に守っていただく、そのためのルール、ガイドライン、これを設定をして周知、徹底するということといたしました。それからライブサイトについては、先日お話ししたとおりでありまして、一部ワクチン接種会場などに振り返ることといたしましたが、都が実施する都内のライブサイト、集合型の感染は中止をして、その代わりといいましょうか、今のデジタル技術を活用してですね、文化的なイベントなども準備されておりました。そういった形でウェブを使うデジタル技術を使って、この大会のを通じて、また東京の文化など、また地域のこのそれぞれのお考えもありますので、そういうことを盛り込んだ形で、ウェブを活用したデジタル技術を活用して、伝えていく、発信をしていくということ、これについて今日の5者協議でも話を私の方からさせていただきました。ということで、それとパラリンピックでありますけれども、オリンピックの開会式の1週間前になりますけれども、7月16日までに方針を決定ということが確認されました。引き続きですね、安全安心な大会で、開催に向けて IOC、IPC など、関係者と緊密に連携、協力をしていくと。いうことをお互い確認をしたということであります。すみません、代表から質問させていただきます。専門家、あとは医師会などからは中止も含めた検討という声が上がっていましたけれども、無観客というところに落ち着いたことについてはどういった考え方でしょうか。いろいろとご意見がありました。そういう中でですね、観客感染状況や医療の状況についても急激な変化があった場合には、速やかに5者協議を開催をして、そしてその中で無観客も含めた検討するという、そのような盛り込みになりました。それは尾身先生をはじめとする有志の方や東京都医師会がおっしゃっていることと重なることだと思っています。開会式が2万人の検討という報道も一部ありましたけれども、今日の協議の中では何かそういったことについてはお話し上がりましたでしょうか。今日は一切その件についてはやり取りはございません。
と、最後に代表からなんですが、大会まで30日というところで、今日東京の感染者数1週間平均で前週比 103% と増加に転じています。わずかな増加になっておりますが、知事の受け止めと今後の都民への呼びかけをお願いします。今日から重点措置へと移行するわけですが、これは改めてその皆様方に感染防止対策をですね、さらに徹底していただく、このそういう時期だというふうに伝えていこうと思っております。感染防止がしっかりできていてこそこの重点措置に変われるというふうに思っています。また皆さんのさまざまなご協力があってここまでは来ていますが、これまでの皆さんの努力が水泡に帰すことになれば、飲食店の皆さんもですね、お酒が提供できるようになったと、今時間的なまた人数的な制限がありますけれども、ようやくそこを迎えたんだという、そのようなお考えというか気持ちでいらっしゃると思うのが、また逆戻りになることは誰も望んでいないというふうに思います。で、これ前から言ってますけれども、一人一人の総合的なこの合計の中でいろんな数値が出てきたりします。別に意図をしなくとも全体としての結果につながったりしてくる。ましてや変異株のことについては、さまざまな研究から、また分析から、これまでの感染力の悲観的な数字だと 1.5 倍 1.6 倍というふうに言われています。で、これは相場を置き換わるものだと、危機管理的にはそういう意識でおります。それがゆえにですね、より医療提供体制の確保、これはもうすでに行っているところでありますけれども、それから皆様方への感染防止対策の徹底、これらのことを引き続きお願いをしていく、それによっても元に戻るのではない、リバウンドを許さないということを皆さんと意識共有していきたいと思っています。代表から以上です。各社さんお願いします。すみません、共同通信の本田です。観客数が 50% 以内で1万人と決まったことについての受け止めをお聞かせください。これは措置として、これまで政府の方からもそういうまとめがされてきたわけでありますが、ただ状況が急激に悪くなったときなどは、また5者協議で検討するということの直書きもございますので、そこに戻らない、そのためにもご協力お願いしたいと思っております。すみません、急激な変化ということなんですけれども、菅総理は先ほど宣言中であれば無観客も辞さないとおっしゃってました。小池知事は緊急事態宣言や重点措置の期間中であれば無観客もしょうがないというお考えはありますか。それらも含めて5者との協議になるというふうに考えております。で、ぜひこの大会、安心安全なものにしていくと、そしてまたそれが世界に発信をされるということで、何よりも都民の皆様方の命と健康を守るというこの大前提がおりますので、それらのことを踏まえて進めていきたいと考えています。よろしいでしょうか。